ちは、ピノです。今日はですね、このコーヒーを、ね、飲みながらなんですけど、まあ、これも店で扱ってる商品で、フェアトレードの無糖コーヒーなんですけど、まあ、コーヒーはね、たまに飲むんですけど、たまにというか、読書の時間の時にコーヒーを飲むっていうのが、まあ、習慣になっちゃってますね。だから前言ったように、できれば、まあ、オーガニックのコーヒーか、もしくは穀物コーヒーとか玄米コーヒーとか、そういうのがね、飲みたいなとは、そういうものを出してくれるカフェがあればいいなと思うんですよね。で、今日はちょっと天気があまり良くないんですけれども、雨が降りそうな感じですね。で、まあ、その映像をですね、このようにして車の中で最近撮っていってるんですけど、これだと本当ね、数が撮れるんですよね。ちょっとこう 2,3 分で話すような内容をやっていくと、1日5本ぐらいはもう簡単に撮れてしまうんですよ。で、うまくいけば10本ぐらいはね、隙間時間使っていけるかなと思うんですね。で、そうすると、まあ、1日1ヶ月で20日間こう車で移動、仕事場で移動したとして、仮に5本としてもですよ、5本かける20日間だと100本ですよね。100本月に動画ができると。で、それが12ヶ月ですから、そうするともう1000本1年間で作れるんですよね。で、 YouTube っていうのは本当無料の媒体で、どんどん動画をね、好きなだけしかも上げれるので、まあ、本当ありがたいなと思いますよね。これがもし有料でとかだったら、まあ、大変ですけれども、まあ、無料で、あげれるということで、好きな、まあ、役に立つようなコンテンツ、まあ、この車の中での動画はフランクに喋ってるだけなので、あまりこうお役立てるような内容ではないかもしれないんですけど、まあ、ただ隙間時間を使うってすごく大事なんですよね。隙間時間っていうのは、本当に2、3分とか、まあ、もしくは1分ぐらいで隙間時間ってあると思うんですけど、そういう時間って意外に重要なんですよね。で、その隙間時間をうまく使うことが人生の質を上げるんだっていうことをね、まあ、つい、最近僕が学んでる尊敬している方に教えていただいてですね、その方はインターネットでビジネスをされている方なんですけれども、動画をね、もう本当に大量にアップしてるんですね。それが本当すごいなと思うんですけど、やっぱ隙間時間を使ってるわけです。こう移動中に動画を収録して、こう話してやってるわけですよね。まあ、その移動時間も隙間時間として有効に活用できていますし、いろんな使い方ができるなと思う。そうやってやっていくと、コンテンツ、動画のコンテンツっていうのはいくらでもね、作れるなということを、ね、感じています。で、あとは話すネタがあればいいわけですから、まあ、話すネタっていうのも、これも日常の中での気づきっていうのを、アンテナを立てるっていうか、意識するといくらでもネタはね、喋れると思うんですよね。で、まだまだ僕自身はね、そういう意味では そこら辺の意識ができてないなと思うんですけど、意識の仕方によっては同じ日常でもそれがね、役に立つコンテンツを作ることができるんですよ。何気ない日常の中の一コマにヒントっていっぱいあるし、そこからネタっていうのは作れるんですよね。だから自分がどういう意識、どういう認識で物事を見るかっていうことで、同じ物事を見てもそこから学びを得る人と、何も得られない人と、そういうやっぱあるわけですよね。だからこの瞬間瞬間の日常っていうのが実はネタになるし、自分の学びの要素がね、いっぱい含まれてるんだっていうことですよね。で、そういう意識で見ることで学びもね、またできますし、
意識の広がりがね出てくるんじゃないかなと思います。でいろんなことをこの瞬間目の前のことから学べるんだっていうことですよね。そういうことをね感じています。だからまあ、こういうふうに動画を撮っていくことによって自分の意識のこうアンテナが立つというか、全てから学ぼうっていう気持ちになるかなという気がしていますね。だから全てから学ぶっていうことですよね。結局はどんな、無駄に思えることの中にも学ぶことってあるんですよね。だからそれをもう無駄なことって切り捨ててしまうと、そこで学びは終わってしまうわけです。だからそうじゃなくって、どんなにつまらないと思える時間の中にも学びがあるんだっていう意識になると、そこから学べることっていっぱいあるんですよ。そういうことをね感じますね。その、まあ、僕が尊敬している方なんですけども、その方はもう本当1万本上げていくっていう、そういう勢いでやられていますから、それはもう間違いなく達成されると思うんですけど、ですから僕もそれに習ってですね、1万本っていうのをねちょっと目標にしたいなと思うんですよね。今本数で言うと、公開してるしてない動画も含めると1200本ぐらい超えてるんですね。だからそれを1年間で1000本以上上げれば、7、8年ぐらいで達成できるわけです。でそれは可能だと思うんですね。もっと縮めることもできると思いますし、ただ編集が追いつかない、ちょっともう6分ぐらい喋ってますけど、編集が追いつかないんですよね。だから編集もできるだけ少なく手間をかけずに動画をアップできるっていう仕組みをね作っていけば、それもね可能じゃないかなと。まあ、昨日も、20本ぐらいもうストックがねできてるんですよね。昨日、動画をこう編集していったんですけど、やっぱり10本ぐらいはこうストックが1日でできちゃうんですよ。でそうするとあとはアップしていくのが大変というかね、まあ、見る人が大変になるっていうのもあるんですけど、ただそういう風に大量にアップしておくことで、それが、資産になるっていうのがすごいなと思うんですよね。インターネット上の資産になっていく、一つ一つ積み上げ形式で溜まっていくわけで、資産として貯金みたいなものですよね。それはすごいなと思います。だからもしそういう発信、情報発信するようなことがあればファッションを持ってる、情熱を持ってることがあれば、どんどんねこれ情報発信しないと損だなと思いますよね。でそれで、ね、気に入った人がまたねこうメールをいただいたりして、人とのご縁がつながっていくわけですよね。まあ、本当にありがたいことだなと思います。ちょっと長くなります。